インターネットテレビウィルズ王冠号です。久野山根です。本日は前回に引き続き政治学者で YouTube 岩田敦史チャンネルでもおなじみ岩田敦史さんをお招きしております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。前回前々回と、まあ、総裁選の話をしていただいたんですが、この河野太郎さんが、はい、まあ、かつて、女系天皇容認論を、はい、まあ、容認するような発言をされてましたよね、でこれ非常に危ういなと思って、はい、このチャンネルでもたびたび警鐘を鳴らしてきたんですけどね、はい、皇室天皇っていうのは、うん、こう日本にとってどういうものなのかというのを改めてちょっとお聞きできれば。そうですね、やっぱりですね、この女系の天皇っていうのはですね、もう議論するとしたら相当深い議論しなくちゃいけないわけです。で私がね、見ていて思ったのは極めて軽薄なんですよね。別に女系でもいいでしょみたいな感じのね、うん、何か深いね、憂慮をするものがあってね、うん、どうしてもね今ここでやらなくちゃいけないとかっていうものね、なんかそういう危機感とかね、なんかそういったものがあって言ってるようには見えないんですよね、うん、だからそのなんか別にもう男系の時代じゃないでしょ、女系だっていいじゃないっていうぐらいのね、うん、まあ、軽薄な感覚って、まあ、私これ一番の問題だと思うんですね、うん、で日本にとっての皇室って何かって言ったらですね、私はねこれはね日本そのものだと思うんですよ、うん、でそれはね日本が誇るべきものって言ったら、まあなんかいろいろアニメですとかね、いろんなことをいらっしゃる、おっしゃる方いるけど、でそれはそれで結構なんですけれどもね、でも世界の中から見たらですね、やっぱりね万世一系でですね、うん、しかも神話から続いてるわけですよね、うん、でこれなんていうのかな、いや日本国憲法で国民の総意に基づいてね天皇陛下がいるんだって、まあ、もちろんそうですよ、だけれどもですね、なぜあのファミリーが皇室であり天皇陛下なのかと言ったらですね、それはその前にずっと遡っていくと最初の根拠ってのはどこにあるかって言ったらですね、神直にあるわけですよ。で要するに神話の世界なんですよね。だから神話の世界が生きている不思議な国というのが日本の、しかもそれが何ていうのかな、高度なですね近代的なね、この何ていうのかな、科学的な思考とね同居してるわけです。でこれはねすごい不思議なことだし、日本の誇るべきことだと私は思いますよ、うん、だから神話っていうのはもう究極の、まあ、非合理的なものみたいなものじゃないですか。で、まあ、河野太郎さんでなんとなくこう、分かるような気がするんですね、そのハンコ廃止しますとか、そういう合理的じゃないからみたいなもので、そういう感覚軽いノリでやってるようなでもね、嫌いがあるんですけど、それで言ったらね、もう皇室なくてもいいでしょって話になってくるわけですよ、うん、非合理の極みだということを言えますからね、はい、でねそういうね、なんていうのかな、合理主義だけで、ね、私はね保守主義っていうものとね全く対極にあるというふうにそれは思いますよ、つまり合理的だから全部なくしてしまおうという考え方に対してね、フランス革命ってのはそういうもんですよ、簡単に言えばね。でエドマンド・バークっていうのはですね、保守主義を一番最初に訴えた人ですけど、彼が言ってることっていうのは、いやいやその非合理的な中にもね大事なものがあるからね、これを守ってきたんだと。で変えなくちゃいけないっていうことがあるんならね、ゆっくり変えていこうと、そんなね、いやもういらないんだからボーンとぶっ壊して新しくポーンと作ろうと、おいそれはあまりにも危ないよと言ったのがフランス革命の小説っていう本ですからね、そう考えてみるとね、やっぱり河野さんがね自分は保守だとかですね、なんか、言ってるけどね、それはね保守だというふうには思えないですね、最近は保守の定義がもうよく分かんなくなってきて、枝野さんも保守とか言ってるじゃないですか。いやもうデタラメですよね。で知ってます、蓮舫さんも保守って言ってるんですよ。私はバリバリの保守って、蓮舫さんがバリバリの保守ってことはね、我々リベラル、もう訳がわからないでしょ、もう不思議な話です。大安売りですよね。大安売り、もうバナナの叩き売りみたいなね、保守保守保守って言ったもん勝ちみたいになってますけどね、なんか嫌な時代だなと思いますよ、でも河野太郎さんの皇室感非常に危険なんですが、はい、でもただ最近ですね、こう国民の、皇室離れといいますか、これは非常にこう言葉遣い慎重にならないといけないんですが、正直、まあ、皇室関係でおやおやと思うことってやっぱあるじゃないですか、で、まあ、その中心にいるのが例の小室圭さん、さんですね、で小室圭さんが、もう日本に帰ってくるということで、これからまあいろいろ、まあ、10月中にその婚約届を出すんじゃないかみたいな報道もなされてますが、これ小室圭さんについて、岩田さんは、いやもう最大の日本のね危機で、私はね自民党総裁選よりやばいというふうに思いますね。自民党総裁選はまあね、誰かねとても変な人が総理大臣になってもね、その瞬間にこの国が滅びるってことはならないとは思いますけどね、今回小室圭さんが、このご結婚されてですね、皇室に対するね日本国民の心がですね離れてしまうということに、なってくるとですね、これはね取り返しがつかないことになりかねない、でですよ、私がね一番憂慮してるのは国民の心が離れるっていうことが一つ、もう一つはですね、そうかと、
皇族っていうのもですね、個人の自由で勝手にやればいいんだと、自分がやりたいと、自分が結婚したい人と結婚すればいいんだということをね、皇族の方々が思われたとしますね。でこれね、実はね、左翼リベラルの思うツボなんですよ。彼らが今主張していることっていうのは、簡単に言いますとね、戦前までの共産党、そして今も共産党はそうなんですけど、基本的に戦前は天皇制廃絶と言ってました。天皇制って言葉自体がこれ共産党の言葉で、日本国民が使うべき言葉ではないんですね。でこれはコミンテルンの、ね、指令で出てきたような言葉なんです。だけど、まあ、打倒の対象だったんですね。ところが今のリベラルはですね、打倒の対象とは言わないんですよ。で打倒じゃなくてね、同情の対象にしてるわけです。で本当にね、好きな人がいるのにね、かわいそう、好きな人とも結婚できないんだよと、好きな人とも結婚できないぐらい人権がね、抑圧されてると。でこういうかわいそうなね、皇族のね、皇族だって言ったって私たちと変わらない生身の人間なんだから、こういう一人一人のね、人間の人権をね、回復するために、皇族っていうね、こう天皇制というね、だからから言わせたらですよ、天皇制というね、こういう人間の人権を抑圧するね、機構から解放してあげようと、まあ、こういう考え方にシフトしてるわけですよ。でそれにね、知らずか、まあ、知ってか知らずか分かりませんけれども、なんか乗せられて、いや女性としてね、一人の男性として、男性とね結婚したいっていう彼女のね、思いを尊重してあげた方がいいんじゃないかとかっていうふうに言われるとね、なんとなく、いやなんかじゃあ反対してる人たちっていうのは心が狭いね、人なのかっていうふうに思えるけど、そうじゃないんですよね。やっぱりこのままいったら本当に皇族っていうものが国民からですね、尊敬なり、そのなんていうのかな、象徴としてですね、天皇陛下が象徴としてね、この尊敬を集められる存在であり続けることができるのかという、こういう岐路に立ってるというふうに思いますよ。これもちろん小室圭さんっていうのは非常にこう週刊誌報道でもこう怪しいじゃないですか、そこの家族、お母さん含め、でなんですが、そうあまりこう岩先生の口からは言いにくいかもしれないんで言いますよ、ね、けどやっぱり眞子さまも問題があると思うんですよ、これ、まあ、そうそう、いやもう私はね、最初はね、率直に申し上げてね、やっぱり眞子内親王殿下はですね、なんか変わった人にちょっと引っかかっちゃったのかなと、世間知らず の, お嬢様だったから、しょうがないのかなということで同情してた人が多分多いと思うんですね、国民の中でも、でもね、やっぱりことここに至ってね、考えてみると、いやそうは言ったってもう30でしょ、30になってですね、国民の人がねこれだけね悪意を持って反対してるじゃないじゃないですか、このまま言ったら本当に大丈夫なんですかという心配の声をね、無視してね、いや何を言ってもね、私たちの思いはね、説明してもね受け入れてもらえないと、いうことで、ね、国民をねある意味で切り捨てるような形で、海外にね、こう逃亡していくような形になったらですよ、これはねやっぱりね、ご本人の責任ということも考えなくちゃいけないというふうになると思います。その交際報道が出て、で徐々に小室さんってちょっとやばいやつじゃないのかなって言われ始めた時に、でもやっぱり国民が、の声ってあるじゃないですか。あります。でなんだかんだ例えば世論調査すれば、小室さんにいいイメージ持ってる国民って多分 10% いないと思うんですよ、一桁台だと思いますけど、だからなんだかんだ国民の声に耳を傾けていただければ、この最悪の結末っていうのはまあないんじゃないかな、ちょっと僕楽観してたところがあって、それ最初はね、最初は1年半前とか2年前とか、だからこうなってしまったのは、だからもう眞子さまも、というね、いやいや、もっと言ったらですね、やっぱりその皇嗣殿下のね、そのご家族の在り方とかね、そういったものも含めてね、本当に良かったのかということです。でそれのね話の中でつなげて言うならば、歴史の教育をね任せると、言って、歴史の教育のね、悠仁親王の歴史を教えていたのはね、半藤一利さんがね教えてたと、おいと、それ大丈夫なのかと、次天皇陛下になられる方にね、半藤さんの歴史観、半藤さんは何を教えてるかって言ったら、日本という国は守れない国だということを教えたというふうに言ってるわけですよ。私テレビでね、半藤さんと話した時、全く同じこと言ってて、全く私逆のこと言ったんですよ。いや守れますよと言ったんだけど、それをね皇族でねわざわざ喋ってるということになってくるとね、これはねやっぱりね、ちょっとね家庭のね教育のあり方にね問題があったのではないかというふうに思わずにはいられないというふうに思いますね。プラスには宮内庁の問題とかいろいろあるじゃないですか。ありますよ、宮内庁だってね、行って他にやることないのかって、一番大事な仕事だろうというふうに思いますよね。
だからこれから、まあ、半藤さん亡くなったので、ええ、これから皇太子と天皇殿下が、ええ、その教育係というか家庭教師、例えば池上彰さんとかね、ええ、もうでも聞かねないですよね、この流れ的に。この流れから見たらね、うん、よくベストセラー売れてますねとか言うんだよね、うん、あのこの流れから言って西尾寛治先生になるってことはなさそうですよ。ああ、そうです、うん、だからやっぱ本当に問題だと思いますよ、うん、やっぱりね、ここがね崩れて、もう一つね、やっぱりね、うん、一番ね恐れてるのはやっぱ、いやお姉さんがね、うん、自由に恋愛してね、はい、結婚したんだと。そしたらね、天皇陛下がですよ、うん、だから僕もね自由に結婚するんだと、うん、を言ってね、その誰とね結婚してもね私の自由だというふうになってね、うん、国民がまたねみんな心配してるような、うん、人ですね、それと結婚するっていうようなことを言い始めた時にですね、どうなってしまうんだろうかというのはね、これ本当に問題だと思いますね、うん、そうですよね。ただまあもう何が起こるかわからないんでね、本当に。いやだから怖いですよ、怖いですよね、怖いですよ。で、あれね、結局ね、やっぱりね、いや私は個人なのというふうにいくら言ったって、うんうん、個人じゃないんですよ、だって警備しなくなったらどうするんですか。もしね日本のね天皇陛下の実のお姉さんがアメリカでね誘拐されるとかね、うん、いうことになったら由々しき問題でしょ。国家として大事な問題になりますよね、うん、いくらまあ功績を離れたとしても。そうです、そうです、それはもちろん、うん、ね、そうやって考えてみるとね、一個人だと言ってもねそれはね、うん、そうはねなれないねお立場なんだということですね、うん、だからなんかね戦後のね民主主義っていうものでね、人間はねみんな平等でね立場なんかないんだというようなことがね、うん、やってるけど、私これはやっぱり決定的に間違いだというふうに思いますね、うん、そういう戦後民主的な価値観が皇室の中にも入って、そういうことですよ、宮内庁、まあ、その官僚にもそういうの浸透して、だから危機感を持ってなかった、そういうことですね、うん、だからそうですよ、まさに危機感があったらそんなことならないわけですよ、だって調べるでしょ普通、うん、でちょっとこれはおかしいんじゃないだろうかとかね、うん、そういうふうになってくるわけです。だってねあれだけ注目されてる中においてね、まだなんかねなんかお金の問題でトラブルを新たに、うん、起こしたという週刊誌の報道もあったでしょ、なんか保険っていうんですか、なんか働かないからっていう時にね、実はお金もらいながら働いてたとかね、うん、いやちょっとねいくらなんでも、それもみんな国民が注目してる時にね、それやるかと、うん、こういうこと、それからじゃあ国民に向かって説明しますと言ってね、28枚にも及ぶね A4 28枚に及ぶね文章を出した、まず文章自体がむちゃくちゃ下手なことはさておきですね、あの中でね書いてあることっていうのは、要するに我々はね悪くないんだと、でそんなことを認めたらね、我々はお金を返さなかった、お金をね借りたお金をね返さなかったね人間だというふうに思われてしまうって、いやその通りなんじゃないのかというのがねやっぱりこっちからすると疑問なんですけどね、でしかもそれ相手が悪いんだと、で相手の方に対する感謝とかないでしょ、あの人たちのおかげで一時期をねその生き延びることができたんだと、普通の人だったらあると思いますよ、でその後別れることになったとしてもね、いくらなんでもねそれをね、じゃあ久々に会った時にね実は録音してやりましたよとかね、ちょっとやばいだろうっていうふうに私は思いますね、うん、一般家庭でも、まあ、普通に今昔だったら、まあ、最近ないかもしれないですけど、まあ、更新所とか使って、まあ、その素性とか、そうですよね、そうやっぱ気になるじゃないですか、はい、親としてはね、だから一般家庭でも多分 NG なのに、皇室っていうのはね、で最近見ました、まあ、ここからちょっとなんか世間話みたいになっちゃいますけ ど、ニューヨークでフジテレビでしたっけ、のその レポーターか記者が小室さんにこうインタビューしようとして、もう全部もう無視してるんですよ、でもポケットに手突っ込んで、でなんかすごい髪型してたやつですよ、なんかちょんまげみたいな、後ろで結んでね、うんうん、なんか90年代のなんかヒッピーですか、なんですかね、なんだろう、なんか TRF みたいな、わかんないですけどね、いやなんかあれでもね僕はね、これ私の予想ですよ、あのね髪型で、はい、来るだろうってみんなに心配させといて、最後の最後になんか断髪式みたいなのやって、なんかすごい結構ね綺麗な格好で出て、いやまともじゃないかみたいな、やっぱり変わったのかなみたいな感じになると思いますけど、そのギャップを狙ってるんですか、ギャップを狙ってそんなにあえてこう感じ悪くしていると、感じ悪くしておいて、でそう、ね、やってるんじゃないかと思いますけどね、劇的ビフォーアフターみたいなね、言ってそんな小手先のテクニックで日本国民騙されるほどバカじゃないと思いますけどね、騙されないと思いますね、でもあの髪型にはびっくりしましたね、だってもう30でしょ、30ですね、あれ近いでしょ、僕の確か1個下じゃなかったかな、1個下か、
いないでしょ、ああいう髪型されてるから、なかなか。だからまともな仕事してたらあの髪型できないですからね。ですよね、うん、まともな仕事ってちょっとあれかもしれないですけど、うん、いわゆる硬い仕事って言ったらいいんですか、うん、実際仕事してないですしね、あ今ね、うん、でもね、あれでしょ、これ私もね、その見たわけじゃないから言えないけど、そのなんか履歴書にね、うん、そのこのフィアンセであるということを書いたと、これ徹底的にね皇室を利用しようっていう魂胆じゃないですか、これは、うん、もうねそれはね、はっきり言って日本国民の一人としてね、もう断腸の思いというかですね、うん、なんでこんなことにね皇室が利用されなくちゃいけないんだと、うん、で皇室っていうのは守るためにですね、もう先祖はね命がけで戦ってきたわけですよ、うん、だって最後の最後までね日本が終戦の時にですね悩みに悩んだのはですね、国体が守られるか守られないかっていうことをね一生懸命やって、それで亡くなった人たちいっぱいいたわけですよね、うん、そうやって亡くなった人たちにですね、彼がですね、うん、その手突っ込みながらね、うん、変な髪型してね、どの面下げてね会えるんだというふうに私は思いますね、うんうん、でもう一つね最後に言わせてほしいんですけどね、うん、でそういうね敗戦のすごい状況の中から昭和天皇そして上皇陛下ですね、で近所陛下とですね続いてですね、うん、国民のね信頼というもの、国民との絆というものをね常に深めてこようというふうにね本当に努力してきた、うん、歴史だったと思うんです、戦後の歴史っていうのは、うん、昭和天皇 の全国各地の巡行から始まってですね、うん、でそれから上皇陛下の慰霊の旅、うん、そして東日本大震災の時のもう記憶に新しいんですけれども、うん、ああいったこうメッセージを発してくださったりですねしておられた、でそれ全部国民と皇室は常に心が共にあるということをこうアピールしていたわけですね、うん、まあアピールというよりも、まあ、実行されてたわけですよ、ところがね国民がどれだけ言っても関係ないよと、私たちは私は個人の自由なんだというのをねこれ認めることになったら、うん、皇室そのものがね危うい状態になると、うん、これを一番恐れてます、ね、ということで今回は、まあ、臣民としてね我々、はい、還元申し上げたわけですが、まあ、10月中に婚約届を出す、まあなかなかここまでもう決まったらなかなか止めることはできないかもしれませんが、まあ、その後のということは悠仁さまのこととかも考えながら、まあ注視していきたいと思います。ありがとうございました。どうもありがとうございました。